アスマイナス5自立型水中高層式機雷探知機は、日本の防衛省技術研究本部が開発した、自律的に高層式雷を探知する、水中無人機である。大気雷戦において、ステルス機雷などの探知しにくい機雷や、旋回域等で霊中に埋没した機雷など、既存の探知機では、探知困難な機雷が出現してきた。このため、艦艇が機雷源に侵入して、 機雷捜索をすることが困難になった。そこで、探知困難な機雷を安全に探知する、無人で広範囲を自律的に動く、水中無人機を開発した。以下の特徴がある。運用については次のように行う。まず安全水域で、捜索海域の環境条件に基づく、構想計画を自動作成する。これに基づき本機を投入して、機雷探索を行う。 取得したデータを環状装備で解析し、機雷の有無を確認する。本機の開発に先立って、防衛省技術研究本部において、機雷探知機の研究として、2008年度から2010年度まで、研究施策2011年度に、初内試験を実施した。埋没機雷の探知技術及び小型遊 v への適合性に関する知見を得た。続いて、 自立型水中高層式機雷探知機の開発として、2013年度から2016年度まで試作、試験を実施し、自立型水中高層式機雷探知機を開発した。2017年度に装備化した。2020年度の単価は13億8512万円。もが型護衛艦に搭載予定だが、運用時には直上で並走するトンパを用いて、 データをやり取りをすることで、リアルタイムのデータ提供を可能とする予定である。また、改良事業である、次世代機雷探知技術の研究は、2020年度から2024年度まで、研究施策、2024年度から2025年度まで、所内試験を行う。本研究では、それまで創作を終えたアースマイナス号を、引き上げてデータをアウトプットした後に、 感情解析装置で行われていたソーナーの合成開口処理を創作中に明日マイナス5内で行う。また感情解析装置では高周波、低周波ソーナーの各情報を自動的に統合、解析してより精度の高いデータを得る。この研究は日仏共同の事業として行われる。ありがとうございます。